はい、皆さんこんにちは。クローカルの松田です。ここクローカルチャンネルでは、国際協力で今活躍している方、もしくは昔活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でも現場で国際協力の中で働かれつつ、国際協力サロンをされていらっしゃる高田大司さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、高田亮也と言います。今はですね、笹川アフリカ財団という国際 NGO で働いてまして、アフリカの農業支援、食料安全保障の確保のための支援をする東京本部で事業担当をしております。それに加えて国際協力サロンというオンラインサロンを運営しておりまして、だいたい170人弱ぐらいのメンバーが集まって、毎週のように勉強会やったりとか、そういうようなコミュニティ運営みたいなこともしています。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ早速なんですけど、はい、笹井さんが今何やってるかっていうお話をいただく前に、はい、そもそも国際協力とか海外に興味を持ったきっかけっていうところをお聞きしたいなと思ってまして、はい、何が一番最初のきっかけだったんですか。私、新潟出身で、田舎出身で、大学から初めて関東の方に出てきたんですけど、はい、大学までは全然国際協力に興味もなかったし、全然意識も向いてなかったんですけど、大学2年生の時にゼミを選ぶタイミングが来た時に、まあ、本当に自分自身何でもいいなって思ってたんですけど、その時仲良かった友達が国際協力ゼミの説明会に行くっていうので一緒についてったんですね。でそしたら、そこで藤掛陽子先生っていう開発人類学とかの専門の先生がいらっしゃって、国際協力のことについて説明してくれたんですけど、僕の元々のイメージは国際協力って貧しい人を助けるとか、どっちかというとこう暗いイメージが強かったんですけど、はい、その先生がすごい明るく、国際協力ってすごい楽しいよみたいな、そうなんですね、ファッションをぶつけてきてくださってですね、はいはいはい、なんかちょっと面白そうだなって思って入ったっていう、なんかそういう成り行きで始めたという感じですね。そうなんですね。藤掛先生は、はい、国際協力っていろんな業界あるじゃないですか、はいはい、どういうことにフォーカスして楽しいよっておっしゃってたんですか。そうですね、もともと協力隊出身の方 で、 そうなんです、ね、パラグアイ単位だった方なんですけど、その後もう30年くらいですかね、はい、ずっとパラグアイに関わって、すげえ、そうだ、はい、地域研究だったり、ご自身で NGO も立ち上げられて、パラグアイの女性支援っていうのをやられてるんですけど、その中でいろんなハプニングが起こったりとか、それでも現地の女性がジェンダーの問題とかから自分たちで困難を乗り越えて力をつけていく姿みたいなお話をされてることに感動した部分もあって、はいはい、それで面白そうだなと。なるほどですね、はい、確かに途上国で頑張ってる方のお話を聞くって、はい、確かに面白いですよね。そうですね、今までなかなか聞く機会すらそもそもなかったので、うん、どんな世界かも想像できなくて、パラグアイっていう国自体知らなかったですし、はい、未知なるものに惹かれたみたいなとこも多分あるとは思います。はい、ありがとうございます。実際そのお話を聞いてパラグアイにも行かれたんですか。はい、行きました。大学のプログラムで1ヶ月間行かせていただいて、パラグアイの藤掛先生が研究されてる農村に2週間ぐらい行ってフィールドワークやったりとかさせていただきました。そうなんですね、うん、実際それは大学の研修の一環みたいな形でできた。そうですね、そうですね、はい、実際どうでした、パラグアイ行ってみて。めちゃくちゃ楽しかったですね。あ、そうなんですね。実際何したんですか、はい、そこで。フィールドワークの勉強みたいな感じで、その日本にいる時から調査の質問項目とか考えて、実際に現地に行って、この村の全世帯をこう回って世帯調査をして、現地で困ってることのニーズとかを洗い出していくみたいな、まあ、いわゆるベースラインサーベイみたいなことの練習みたいなことやったんですけど、加えてパラグアイで学校建設をしようっていうこともゼミなんですけど、そんなこともやっていて、日本で学生だったので文化祭とかあるじゃないですか、そこでパラグアイの民芸品とか販売して売れた収益を使って学校建設をしようということで、実際に現地に行って、じゃあどの場所に学校を建てるんですかとか、どのくらいの規模感の学校が必要なんですかとかっていうのを住民の人と付箋とか使ってワークショップみたいなことをしたりとか、ね、国際協力の初めの一歩をこう学んだみたいな感じでしたね、はい、なるほど。実際学校は建てられたんですか。建てなかったんですよね。あ、そうなんですね。でそれは建てないっていう判断を最終的にしまして、うんうんうん、これは一つ自分の失敗談だと思うんですけど、パラグアイに行く前は学校建設、まあ、必要なんじゃないかっていう認識が学生たちの中にあって、あ、そういうことね。でも実際に行ってみて現地の人と話をしたり、はい、村の様子を見てみると、いや本当にこの村に今必要なのって学校なのかなみたいな、うんうんうん、学校以外にも必要なものがあるし、それがファーストプライオリティではないんじゃないかなっていうことを思って、夜な夜な学生同士
上司、うん、先生も含めて夜中まで毎日議論して、うん、最終的に学校は建てないっていう決断をしました、うん、なるほど、はい、でもこれ国際協力によくありますよね。日本で必要と思ってるものが、はい、実際現地では必要かどうかわからない、はい、まあめちゃくちゃありますね。これやっぱ現地行ってみないとわかんないこともありますもんね。はい、なるほど、ありがとうございます。それ以降で大学卒業するまでに何かされたりもしたんですか？その後ですね、うん、もっと国際協力の現場での経験積みたいなと思いまして、はい、青年海外協力隊の短期ボランティアの制度を使って、はいはいはい、ザンビアに1ヶ月だけなんですけど、はい、学生の時に行きました。大学3年生の時ですね、はい、その時は何されたんですか？はい、その時は火星生活改善っていう火星生活改善、はい、やってたことはコミュニティ開発で、配属されたのもザンビアのチルンド郡っていうザンビアの首都から2時間ぐらい南に行ったところの軍役所のコミュニティ開発局みたいなところに配属されて、地域の発展のために何でもするみたいなところで働いてました。はい、そうなんですね。実際どうでした？パラグアイ行くじゃないですか、はい、でもアフリカはまた色が違うじゃないですか。そうですね、初めてのアフリカの経験で全然違いましたね、はい、食も違うし、文化考え方、人との接し方の距離感だったりとかも全然違って、戸惑いも大きかったですし、自分自身何もできなかったなっていう1ヶ月でした。その後は、まあ、そのまま大学卒業したんですか？その後大学1年休学しまして。あ、そうなんですか、はい、もっと経験積まんといかんと思いましてでも大学生のうちに経験積んでいきたいって話なんですよ。そうなんです、大学休学して、でその1年間で e-education っていう NGO、うんうんうん、今 NPO なんですけど、はい、そこでインターンさせていただいて、また南米のパラグアイに戻ってですね、パラグアイで教育支援をやってました。あ、そうなんですね、はい、9ヶ月くらいですかね、はい、実際その9ヶ月っていうのはどうでした、自分にとって？その時もやっぱ自分自身何もできないなって思うこともあったんですけど、ただ期間が長かったこともあったり、パラグアイが2回目だったっていうこともあるので、それなりに現地の文化とかも分かっていたりとか、知り合いも周りにいたので、はい、皆さんに助けていただきながらある程度のことはできたのかなという気をします。なるほど、じゃあもうそれで1年休学戻ってくるじゃないですか。そうですね、はい、その後はどうなったんですか？その後さすがにもう卒業しようと思いまして、うん、普通に学校生活に戻るんですけど、バイトをしようかなみたいな、また帰ってきて、あの一人暮らしもしててお金も必要だったので、でもなんかただバイトするだけじゃつまんないしなっていうので、うん、有給のインターンとか、はい、どっかの会社とかに入ってできるといいかなっていうので、うん、これも本当に友達の紹介で入ったのがレディフォー株式会社っていう、あのクラウドファンディングサービスを運営されている会社にインターンで入って、最後の学生の1年間はもうそこでがっつり働かせていただきました。え、実際レディフォーでインターンするっていう話になった場合って、はい、どういうことをされてらっしゃったんですか？キュレーターっていう仕事をしてたんですけど、聞き慣れない人も多いと思うんですけど、クラウドファンディングってプロジェクトのページがあってリターンとかがあって、広報とかを戦略立ててやりながらプロジェクトやる人が目標金額を集めていくんですけど、全体のコンサルみたいなことですね。例えばページでこういう要素を入れた方が引き付けられますよとか、リターンこういう風に設計しましょうとか、広報戦略を作って、例えばまあ Twitter とか Facebook とか Instagram とかでこういう発信していきましょうみたいな、目標金額を達成するための戦略を一緒にプロジェクトやる人と練るっていう、そういうそういうことですね。仕事ですね、はい、なるほど、まあ、レディフォーとかクラウドファンディングっていうのは、はい、基本的にその掲載っていうところは無料で、うん、ただ そうですね、はい、その掲載してお金をもらった後手数料として何割かっていうのを引くっていうビジネスのですね、はい、成果報酬型ですね、うんうん、いわゆる、はい、なるほど、うん、そういうことですね、はい、でも最近本当にクラウドファンディングでお金集めるケースって増えてきてますよね、はい、増えてますね、めちゃくちゃ増えた気がしますね、はい、うん、もう当たり前になりましたもんね、うん、それこそ僕が最初レディフォーでインターンした頃はまだクラウドファンディングっていう単語すら感度の高い人は知ってるけど、普通の人は知らないみたいな、まだそういう社会だったので、インターネット上でお金を集めるっていうことすらまだ大丈夫なのみたいな風潮がやっぱりある時代だったので、その中でクラウドファンディングでお金集めるって結構大変だったんですけど、今はインターネット上でお金集めるっていうのも徐々に普通になり始めてきてますし、だいぶやりやすい時代にはなってきてるのかなと思います。はい、おっしゃる通りですね、今すごいやりやすいようになってますよね。そうですね、なるほど、ありがとうございます、はい、ちょっとまだこれインターンのところだけでこれだけあるんで確かに、まあ、でも普通例えば大学4年間で過ごしてた人たちよりは全然経験値は違うなって僕は思いました。あ、うん、はい、そうですね、いろんな経験本当にさせていただいたなと、うん、はい、思います。なるほど、ありがとうございます、はい、この動画では国際教育に興味を持ったきっかけっていう部分と、大学生活何してたのかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、はい、次の動画ではじゃあようやく社会人になるわけなので、そうですね、はい、社会人で何をしたのかみたいな部分をお伺いしようかな、わかりました、思います、はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。